のビートレっていうのは僕の方から皆さんに何かを伝えていくんではないということです。皆さんが自身がずっと学び続けられるものを、そういう形を作っていきたいですね。僕が一番何をしていきたいかというと、人の中に自信を育てたいんですよね。例えば自分がダメな人間だと思ってたら、ダメな場所に住むし、ダメなものしか持たないし、でダメな人としか付き合わないしみたいな、この新しい視点を皆さんにプレゼントしていこうと思ってます。物事を悪く取らなくなったら人生がどう変わるかというと、で今まで無理やりやってたことをやめるようになる。これって人生大きく変わるんですよ。ないと思ってるものの中にあるを見つける。これが一番大きな課題です。これが全てって僕は思ってます。ないと思ってるところからあるに変える。で、なぜかというと、で何かがないと思ってると何が起こるか、不安が起こるんですよね。ないないないと思ってる中からあるを見つける。これがね、心屋塾のこのビートレのメインテーマというふうに思っております。また最大のチャンスがね、怒りなんですよね。怒りとか苦手とか、これがね、もう怒りとか苦手とか言う人がおったらもう思わず顔がにやりとする。あっしゃ、これ今宝物引き当ててる最中やなと思うんですよね。この考え方を持ってると楽に幸せにうまくいくよということを伝えたいだけなんです。自分が好きと思うこと、それから嫌だと思うこと、ここに自分の人生の答えが隠れてるんですよね。僕らはお父ちゃんお母ちゃんから法律をもらってきて、そのまま何も考えずに信じてるんですよね。で、寝てはいけないと思ってる人が遅刻してはいけない、それから人に迷惑をかけてはいけないって思ってる人は、遅刻してください、迷惑をかけてくださいって僕ね、よく言うんです。正しいをやめるっていうこと、